東日本を中心にサーキットし、あー行ったー、振ってきたー、マルビン奇襲攻撃、入場が襲われました。さあ今入場してきたケンタに対してリッキー・マルビンがロープを越え、ゴングを鳴らせとリベンジ戦です。さあマルビンがゴングを要請、決まりました。ダメージが、オーマイガード、そしてマルビンが仕掛けるか、秒殺に持ってくる、危ない、ケンタは不意をつかれました。見えない位置、死角から来ました、あートランスキック、顔面揺れた、こらえる、ローリングスマット、おっと制した、ラリアットかわして、アゴー、ランニング式、ブラウン、ブラウン、ブラウン、行ってきました、一つ返したケンタです。立ち上がった、現時ケンタ is a babe、 チャンピオンケンタ、圧倒的な存在感を見せ、そしてもちろん自らが優勝して、このノアジュニアはケンタが引っ張っているんだというところを見せつけたい、そう語っていた。奇襲を受けたが体勢を立てました、ブロー、危ないぞケンタは、危ないぞ、追い込んでいきましたリッキー・マルビン、あの 6.4 同じこの東京コーラキューホール、クリスピーグリーンマット挑戦しましたが敗れました。目まぐるしい攻防、抱え上げて、あ、パワーボムの体勢、Not the mush、あの 6.4 のコーラケンホール、 GCN の体勢、 Bro, what did you send in? Oh my gosh! 追いかけ回した後のタイトル戦でした。側頭部を狙っていく、左右の蹴り、かわして抑え込んで、危ない、先ほどはカルマルが両者リングアウトで、この初戦 B ブロックでありますが勝ち点0という出発となりました。現チャンピオンのケンタ、この A ブロックには抱え上げて、ゴー、ツースリー、完璧に入りました。まだ抑えに行かない、ゴー、ツースリーポイント、あー蹴った、顔面を蹴り上げた、決まった、圧倒的な強さ、現 GEC ジュニアヘビー級チャンピオン、ブラー。